まいりました、世界島さん。やってまいりました。はい、始まりましたよ。あの、やばい情報手に入れました。あの、やばいっていうか、本当のことなんですけど、あ、いつも本当のこと言ってますよ。あの、やばい情報手に入れました。その前に皆さん、どう？はい、キューダー58、今日もつけてますよ。なんかもう、あったかくなってきてね、半袖スタイルがいいなってなってきた時に、やっぱ夏に映えますね、この時計。めちゃくちゃいいです。ほいで皆さん、こっちはですね、こっちはハイドン。はい、やっちゃいました。エアキングつけとります。ロレックスエアキングつけとりますよ。シルバーアクセに合わせて、ルイ・ヴィトンのシルバーアクセに合わせまして、ロレックス、右手にはロレックス、左手にはチューダー。はい、兄弟揃ってですね、両手に今つけているというところなんですけれども、あの、僕がですね、動画で昔ちょっと言ってた通りなんですけれども、ロレックス暴落してますね。暴落しましたね。あの、僕の行きつけのちょっとね、質屋の方からのこれ情報なんですけれども、あの、今、あの、近々で、何々市っていうのがね、あの、質屋っていうか、まあ、その中古並行店はあるんですけど、その市場で、あの、仕入れたものの時の価格で、まあ、その市場って、あの、もちろん決定するんですよね。その中でこう、あの、すごく落ちてると、プロ、あの、指定モデル、スポーツモデルが落ちてると、いうところで、あの、デイトナとかが、確か今、50万から100万ぐらい落ちてるみたいですね。なんか去年の11月ギャラのもので、新品未使用のものを、今年の1月に、まあ、大手のある中古ショップに持って行った方がいて、その方は600万ちょい行くか行かないかって言われたらしいんですよね。ほんで、近々で、4日前ぐらいですかね、に持って行ったら、3日前かそれぐらいで持って行ったら、あの、もう、500万ちょいかなとかってなんか言われたみたいで、100万ぐらい下がってるみたいですね。で、なんかその平行店のなんかその情報っていうのをいろいろ聞いたんですけれども、あの、まあ、普通の正規店と違って平行店ってすごい物を置いてるじゃないですか。もうデイトナとかも普通にありますし、もっと有名なモデルも置いてあるところありますし、ただ価格が高いからみんななかなか手を出せない、出そうとしないっていうのが現状だと思うんですけれども、平行店ってもう高い時にめちゃくちゃ買い揃えちゃって、買い取っちゃって、ロレックスを。めちゃくちゃ在庫抱えてるみたいなんですよ、今。これ平行店のこれ、実態みたいなんですけど、あの、大手の中古ショップとかになってくると、全国連結でデイトナとか何百本もあるみたいな。うん、なんかその、ただ単にもう在庫だけ抱えちゃってて、売れてないと。で、売れてない中で、あの、まあ、デイトナとかそういうスポーツモデルが、今、ちょっと暴落しちゃったと、いうことになってくると、かなり大赤字みたいです。で、これどうなっていくかって僕ちょっと予想してるんですけど、おそらくまたなんかそのリーマンショックの時みたいな感じで、一回また暴落が来るのかなと。二つこう見方ってあったじゃないですか、ロレックスって。あの、もう一生下がり続けないで、こう、もう上がり続けるんじゃないかみたいな。下がってもまた上がるんじゃないかみたいな、そういう見方ってあったんですけど、僕はなんかこう、そういう気はあんまりしてないというか、っていうのがそのロレックス、買い求めてる人たちの大半っていうのは価格が高いから買いに行ってる人たちが大半なんですよ、実情は。で、本当に欲しくてロレックスをファンで、あの、ロレックス時計はめたいですっていう人たちって正直2割とかかなっていう、まあ、感覚なんですよね。まあ、正規店にほぼ毎日行っててお客様の話とか聞いてるんですけど、多分そんな感じなんですよ。で、なんかそういう風になってきた時にロレックスの価値ってどうなっていくのかなっていうことを、ここでちょっと皆さんおさらいしといた方が、ロレックス投資をしてる人とかは特に危険な目に遭うのかなというところで、まあその正規店で買ってるんであれば、それ以下に下がるって多分考えづらいと思うんですけれども、まあもう今が売り時かなと、僕は思いますね。多分また緩やかな曲線かけて上がっていくんでしょうけど、多分ここまでの上がり幅はないと思いますよ。今のこの400万台、500万台の時点でも、ちょっとおかしいぐらいなんで、もう今多分手放したい人は手放した方がいいのかなと。うん。で、多分またこれ以下に全然僕下がっていくと思うんで、多分もう今天井だと思うんですよ。多分そのロレックス1000万いくとかって言ってる人たちって、なんていうんですかな、僕からしたらちょっとわかんないんですけど、1000万をもし言ってるんであればもう言ってるんですよ。その要素って十分にあったんで、コロナで。この2年間で。十分にその要素ってあったんで、
あの、もし1000万デイトナが行くような価値のある時計だとしたら、ロレックスが。もう行ってますよ。それが、その、まあ、行ってないっていうことは、まあ、どういうことかっていうと、まあ、今が多分おそらくこう天井なんですよ。売り時は売り時なんですよ。で、あの、買い時っていうのはね、正規店の値段はもう毎年のようにこう、ね、1月の夏と開けていってるので、あの買い時っていうのはね、特にこうもうそこはもう意識する必要はないのかなと。正規店で買えればいつでもそれは多分買い時だと思うんで、あの買い時っていうところで言ったらね、まあ、平行店での買い時って多分今じゃないと思うんですよ。ただあの、まあ、売り時って言ったら今かなと思います。このロレックスがね、大暴落してるっていう中で、多分この情報知ってる人ってかなり少ないと思うんですけど、あの、まあ、今平行店のね、それこそ中古市場が平行店一番その市場を決めるんでね、あのそれは正規店のロレックスは決められないんでね、市場っていうのは。市場っていうのはあくまでやはりリユース業界が決めるものなので、あのそこが今そういう状態に市場がなってるって、なってきてるってことはそういうことですよ。はい、他のね、まあ、バテックとかそういうオードワンピケとかそういったリシャールとかそっち系はまだ分かんないんですけど、ロレックスはもうそれでポーンとちょっと今50万60万から100万からっていうのを弾けてるというところで、あの結構有名な店舗も今ロレックスのデイトナーを価格いくらですかって聞いてもお答えできないっていうところが多いらしいです。っていうのがまだ市場がしっかりしないらしいんで、うん、だからこうなんていうんですかね、今本当にこうどうなるかっていう節目になってると思うんですね。それウクライナとロシアの戦争とかで株価がちょっとね荒れたり、ガソリンがどうの、小麦がどうのとかっていう、まあ、そこら辺の株価のね影響っていうのもロレックスって市場って結構影響してるっていうのはね、皆さんも知ってると思うんですけれども、いろんなこう兼ね合いで、あのそういう風にこう市場がね激変してるっていう中で、あの今ねあるものの中でやっぱり身につけておいた方がいい時計って何ですかって、皆さん何ですか、わかりますよね皆さん、何ですか。はい、そうです、チューダーです。うん、あのチューダーはそこまで上がってないでしょ。そこまで上がってないってことは下がるもクソもないってことですわ。はい、で賢い人たちはもうチューダー買ってます。もうチューダー買ってます。今もうこの1年2年でチューダー買ってます。賢い人はあのこれからチューダー来ます、間違いなく来ます。てか来てますもん。でこれに気づいてなくて、やっぱオードはロレックスだろとか、あチューダーは結局ロレックスの代用品だろとか弟だろとか言ってる人たちって結局ただのミーハーであって、本当の意味での多分センスって持ち合わせてないのかなって僕思いますね。センスっていうのは時代を読み解くってことなんですよ。時代に乗っていくってことなんですよ。僕あの昔ね、あの結局倒産した会社の社長に言ったことありますよ。あ社長って高級車乗っといてくださいって、僕時代に乗っていくんでって言ったことあります。皆さんもあの高級車ね、ロレックス身につける暇があったらもっと世界のこと社会のこと考えて頭使って時代に乗っていきましょうよ。時代、次世代の時計って何ですか。チューダーです。僕言っときます、チューダーです。必ず上がります、確実に上がります。皆さんご視聴ありがとうございました。